クッキー&奈良チャンネル。はい、どうも、皆さん、こんにちは。ということでね、クッキー&奈良です。ということでね、前回、まあ、いろいろありましてね、向こうの方にね、ソウルサンド置いて、なんでバー出ないんだっていうね、なんかめっちゃ、はい、切れたというか、なんかめっちゃいろいろやったんですけど、まあ、そのね、編集の時に分かったんですけど、あれ、水流できてるからできないんじゃないか説っていうのがありまして、無限水源じゃないと、なんか、泡が出ないらしいんですね。で、それで、そこを、掘ったところなんで、多分水流ができてできなくなってると思うんで、今回、このバケツでやってもいいのかな？なんだっけな、確か、昆布で水流がなくなるっていう情報も得たんで、ちょっとそれもね、やってみようかなと思います。まずね、コメントいろいろありまして、まあ、結構前にね、この下だ。結構前にね、これね、シーランタン集めたんですけど、シーランタン作ることができますよということで、もう僕持ってたんですね、これ、そもそも、こういうやつ。はい。なんで、もう43個作りますね。はい、こういう感じで。はい、コメントありがとうございます。雨降ってきたよ。やばいと思う。毎回雨降るな。雷雨の場合は、ちょっと寝ようと思います。今回は。そういうことで、昆布でも、まずちょっとバケツで一回やってみようかなと思います。実際にできるのかっていうところだと思うんで。あとね、ここら辺なぜかめっちゃ重いです。はい。泡のせいかめっちゃ重くなってます。これでできるの？あ、出ましたね、泡。ちょっと重い、重い。処理が追いついてない。ちょっと待って、どうするこれ。ちょっと、一回、一回上に上がろう。これはやばい。これは相当やばい。雨がすげえ。晴れてない？雲ないやん。天気雨か、これ。雲ねえじゃん。ということで、めちゃめちゃ向こうの方重いんで、今回ですね、昆布でね、水流をね、なくすことができるという情報を得たんで、今回はですね、昆布を取って、水流をなくしていこうと思います。あとね、さっき言って分かったと思うんですけど、水流をなく作業は収録会の方でやっておきたいと思います。さっき見たようにね、めちゃくちゃ重いんで、はい、収録会でね、ちょっと頑張って昆布を使ってやっていこうと思います。ということで、まず今回ね、昆布。さっき見たんですけど、昆布なぜかないということで、まあ、集めていこうと思います。ということで、早速昆布を集めていきます。それじゃあやっていきましょう。はい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 やばい。これ、早送りをゆっくり言ったら、早送りじゃなくて、普通に喋ってるように聞こえるのかな？編集して、編集してる時にわかるけど、今、ゆっくりと喋ってるから、倍速してるけど、ゆっくり喋ってるから、言葉は倍速してないように、聞こえるかもしれない。はい。うやばい、めっちゃ、ドキドキ。少しはね、この周りもね、綺麗にしていこうと思うので、はい。さあ、今後はどんどん取るぞ。ゆっくり喋ったら、どんな感じになってるのかめっちゃ気になるから、ゆっくり喋ってます。一度これがやってみたかった。たくさんゲット。ほっ、はい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 、あ、釣り竿があるよ、釣り竿がある。いけ、釣り竿がある。あ、来たよ。皆さん、見てくれましたか？今、倍速中だから、
ゆっくり喋りますね。結構前にあったダイヤモンド一発でゲットする動画、ぜひ見てください。ということで、今日のダイヤモンドチャレンジということで、今回も今日のダイヤモンドチャレンジということで、ダイヤモンドの方を取っていこうと思います。チャンスは1回です。さあやっていきましょう。今日の運勢は、ハズレです。前回は神回です。前回じゃないけど。はい。それじゃあ引き続き昆布を取っていこうと思います。めっちゃ綺麗。はい、ということでね、無事に昆布をね、集めることができました。編集後じゃないとわかんないですけどね、途中ね、ゆっくり喋ってみたりね、まあいろいろやってみたんですけど、まあ結果的にこんな風にたくさん集めることができました。あとですね、こちらの方ね、見たんですけど、もうすべてね、卵がなくなったと。で、そして子供もね、見た感じいなそうなんで、こちらの方、解放させてあげようと思います。はい、今回はね、ちょっと解放して終わりたいと思います。まあね、次回ね、何やるかはわからないんですけど、まあ、次回の方、また楽しみにしていただければなと思います。またね、新しい企画なのでね、いろいろやっていこうと思いますので、ぜひね、次回も、お楽しみに待っていてください。はい、ということでね、収録外であちらの方はやっておこうと思います。ということでね、今回この辺りで終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、ブログ、ツイッターの方も見ていただけると嬉しいです。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回見てください。それでは、さよなら。ありがとうございました。